で1の16の3まではずっと寛解まで終わったことにさせていただきます。それでやっとそういうことを守った後ですね、やっと1章の17節にですね、アーサナはハタヨーガの第一部門っていうのが出てくるわけですね。で、第1章がアーサナっていうことで、ハタヨーガの第一部門であるアーサナがこの第1章でずっと後説かれてるわけですね。そこにもろもろのアーサナが載ってますね。皆さんよくご存知のものばかりだと思いますね。で、ハタヨガのアーサナは300種類も400種類もありますね。いろんな本見ますとね、アイエンダヨ先生の本とかね、あとカシー先生、バンバ先生とか、あと最近では実践魂の科学、木村慶信先生やったりだとか、ああいうの見ますと200、300になると思いますね。で、一通りやってみてね、自分の体はどこがその動きにくいのか調べたらいいと思うんです。200や300やってみて、そうすると足が弱い方もいるでしょうし、あと背骨に限って言うと前曲げはできるけども、どうもねじりが苦手だとかね、反り横曲げが苦手だとか、あるいは全部できるんだけどもバランス倒立系統のができないとか、いろんな自分のまあまあの長所とですね、欠点が分かってくると思いますから、最初の修行、瞑想修行に入る前に200や300あれこれやってみたらいいと思うんですね。全部マスターする必要ないんです。やってみて、それからこのハタヨガトラディピカに書いてあるのを徹底的に、まあ、1、2年、2、3年やっていったらいいと思うんです。で、その後はですね、アーサナはどんどん少なくなっていくと思います。で、後でやりますが、もろもろのアーサナの中で、体位体操ですね。いわゆるアーサナ。こういうアーサナじゃなく、体位体操として一番大事なのはパシチモッターのアーサナであるっていうようなこと、このヨーガス、ハタヨガトラディピカに書いてあるんです。それと、瞑想座法としては、シッダーアーサナが一番大事であるって書いてありますので、極端に言いますとね、パシチモッターナアーサナで体を正規充実させて、あとはシッダーアーサナ、まあ、あるいはパドマでもいいんですけどもね、シッダーアーサナないしはパドマアーサナで瞑想をやっていくと。ですから、2、3種類で、まあ、良くなってしまうわけなんですね。でも、やはり2、300やって、それからこのハタヨガトラディピカの全部、ハタヨガ的に仕上げていって、で、全部忠実にやっていくと、さっき言いました、卒業できるわけです。ですから僕は8時間1日ヨガの瞑想をやるにしても、アーサナはほとんどしませんね。よほど疲れたら、ジャーヌシールシアーサナと、パシュチモッタのアーサナやるぐらい。でも、よっぽど疲れたら、月に1度2度、スーリアナマスカラやるぐらいで、あとは全くやんないんですね。でも前はやってました。6時間も8時間もアーサナばっかしやってた時期もありますね。ですから、アーサナはやはり最初、修行の初期の段階にやっておいた方がいいっていうですね。そこを抜かして瞑想だけに行ってっていうと、その足ですね、3時間も黙って座ってられるっていうふうになかなか仕上がりませんのでね。で、アーサナは後からずっと見ていきますので、まあそうですね、ずっと書いてありまして、180ページですねの1章の54節ですね、バドラアーサナ、そこまでが一応そのアーサナ、もろもろのアーサナの説明になっているわけですね。で、その後1の55節からアーサナとバンダの後のナーディーの浄化とかですね、まあ、ナーディーっていうのは生命エネルギーの通路、あるいは生命エネルギーの流れそのものですが、肉体的には神経とか経絡とかにも対応してますね。神経だけではないんですが、それから1の56に書いてあるナーダオンへの意識集中。ナーダオンっていうのは瞑想した時に頭の中で聞こえてくる内的な音です。まあ、これは聞いてみる、見たことがある人にとってははっきりしてますし、聞いてみたことがない人にとっては何だろうっていうような問題ですね。いずれ、アーサナクラナヤマ、バンダムドラやって瞑想に入っていきますと。あるいはその途中で、ナーダオンっていうのは聞こえてきますので、よく光見るとか内的音を聞くとかって言いますでしょ。そういう光が、内的な光が発現してきたり、それから内的な音を知覚したりっていう、そういうことがやってくるわけです。そうすると、皆さんの修行、まあ、だいぶ進んできたなっていう、まあ、証拠にはなると思いますね。またそれにとらわれてもいけないんですけれどもね、一応証拠にはなると思います。それで、まあ、その後またですね、しつこく、こういうことやっちゃいけないぞって出てくるのは、王子の修行者たちでもですね、よほどそういうのに引っかかったからなんですね。1の、例えば57節の凡行。凡行っていうのは、サロ先生の訳では禁欲って、セックス行為を慎むことって書いてありますが、凡行っていうのは、禁欲っていうのは、五感をコントロールすることですから、セックスだけではないんですね。で、接触。まあ、これは口の方ですね。
で、まあ、とにかくその清らかな行いっていうんですかね、それと食を慎むこと、まあ、そういうようなことが大事ですよっていうことでまた出てきてるわけなんですね。ヨガ行へ専念して、まあ、利欲、利欲っていうのはもろもろの世俗的な欲望から自由になることですね。それを1年間継続したらあなたは立派な修行者になれますよっていうようなことですね。まあ皆さん今日から明日から1年間それやっていったらそこに書いてある功徳が出てくると思いますから、あと見ておいてください。で、接触の定義、ミターハーラ、サンスクリットではミターハーラですけれどもね、これはね、ちょっと大事ですので、そこのところあっさりと149ページちょっと開けてみてください。で、1章の58節にですね、口当たりの良い地味豊かな食物を胃の4分の1を開けて、しばしん、思考心への奉仕の手段として食べること。これがミターハーラであるって、接触の定義ですね。それで、それをもっとはっきりさせるために、右の方に僕書いておいたんですが、で、A、B、C と3つの条件を満たさないとですね、ヨーガの接触とは言えないんです。で、A として食事の内容ですね。で、口当たりの良い、地味豊かな食物であること。これは心身を清らかに保つのに大切である。で、口当たりの良いですから、自分で嫌いなものですね。玄米が嫌いな人は玄米食べなくても別にいいわけなんですね。で、地味豊かっていうのは食べて自分の体が喜ぶようなもの。で、これもね、一時的に喜ぶのは快楽追求で三昧には役に立たないんです。で、サマーディ、瞑想を通じてサマーディに入った時に、その皆さんの体が静まっていられるような、そういう意味での地味豊かな。ですから、すべて三昧という立場からご覧になっていってください。まあ、A はですね、清らかな食事と言ってもいいでしょう。で、B は食事の量ですが、胃の4分の3を飲食物で満たし、胃の4分の1を開けておく。いわゆる腹、8部とか腹6部とか。過食でも極端な小食でもない。で、ヨーガの方では過食は当然戒めますが、極端な小食も避けなさい。要するにヨーガは釈尊の説かれた中庸と一緒でしてね、極端を非常に嫌うわけなんですね。ですから断食とかも特別な場合除いてする必要もないですし、いわゆる接触を守っていくことが大事なわけなんですね。清らかな食事を、まあ、腹八分食べる。腹八分っていうのは例えば次の食事がね、美味しく食べられることですね。朝例えば8時に食べてね、たくさん食べてですね、夜じゃない、昼12時に、まあ、2回目の食事したとしますでしょ。なんとなくまだ胃に残ってるとか、そんな感じの時は12時の食事は抜いたらいいと思うんですね。で、夕食5時か6時にされますでしょ。その時にはお腹空いてるでしょ。そしたらね、適切な量にまたなるわけです。僕は朝10時と5時ぐらいに2食してるだけなんですね。で、腹8分で食べると当然10時に食べますので、5時頃にはお腹すくわけですから、また美味しく食べられますし、その次もずっとね、翌日の10時までですから、それは本当にお腹すくわけですね。で、食べ過ぎないようにしてるわけです。まあ、農作業とかやるときはもうちょっとお茶飲んだりするときありますけどね。瞑想したり家でヨガの行をやってるときには僕は2食で十分なんですね。それから、まあ、食事の内容と食事の量プラス食事の目的ですね。じゃあ何のために食べるのか、ここがね、なかなかヨガ厳しいですね。神への奉仕活動を行うエネルギー補給のために食べる。これは禅の方でも五感の下って言ってですね、この体をですね、修行をするのに維持するためにだけ食べるっていうようなことを言いますでしょ。それと一緒です。で、我々ヨガをやるのは三昧に入って神と一体になって、神が私に一体何をしろというのかっていうことを、まあ神の声を聞くって僕は言ってますけども、瞑想を通じてその神、我々を作った根源的な意識である神と一体になって、皆さん一人一人体と心を持っているということは、それぞれの役目があるからこの世に現れてきたわけですね、我々。ですからその自分の役目、いいヨガ教師になるのがそうなんだろうか、あるいはヨガをやりながら家庭、幸せな家庭を築いて子供たちの霊的、心身的、それから霊的な成長のためにカルマヨガをやるのがいいんだろうか、あるいは何か仕事、皆さんにの転職ですね、それを全うしていきながらヨガもやっていくのがいいんだろうかって、そこを瞑想を通じて聞いていかないといけないんです。人に聞いてもこれはしょうがありません。なるほどこうだっていうものを瞑想で聞き取っていかないといけないんですね。で、それを聞いたなら社会の中で自分のなすべきことがはっきりしますから、それを行っていけばいいわけです。そのエネルギー補給のために食べるっていうことで、食事が楽しいからとかそういうことではないっていうこと、ここにきちんと書いてあるんですね。まとめとして、つまり清らかな食物を、清らかな食、生食、
それから適量、正しい量の食事っていう意味です。神のために食べる、まあ、聖なる食事のがミターハーラ。その三つを満たしていきながら、ヨガの行をやっていかないとなかなか難しいですよっていうことをここで教えてくださってるわけですね。ですから、玄米菜食してればいいとかですね、あの、聖職、試合協会とか大阪の聖職協会さんが言ってるように、そういうものだけ食べればいいとか、そういうことではないんです。その C のところを忘れたんではいけないんですね。自分の根性の役目を全うするためにエネルギーを補給させてもらう。そういうことでいただきます。神様からいただいて食べますっていうことですね。まあ、そこは大事ですので、よく覚えておいてください。なかなかできないですね、ここね。で、また180ページに戻りまして、禁じられている飲食物とかですね、あと、まあ、食事に関してあれこれ書いてありますから、そこはあとご覧になっておいてください。で、ヨガやってる人はね、必ずしも玄米でなくていいんです。白米でもいいんですが、基本的には季節の野菜が一番大切です。で、穀物とね、それから季節の野菜、でもこれハウスものじゃないやつ、なるべく自然栽培のものですね。と、あと、血を浄化するためにミネラルが必要ですから、海藻ですね。僕は穀物と野菜と、あと海藻しか食べないんですね。蛇骨といえども食べません、今は。ちょっとでも入ると、なんとなく生臭くてダメなんですね。ですから、穀物は白米も食べますし、玄米も食べますし、あと、パンですね。家内が焼いた天然酵母パンとかも食べますので、まあ、うどんそばも食べます、麺類もね。あまり好き嫌いなく何でも食べてます。で、あと野菜は、僕の場合は自分で作れてますんでね、その日採れたもの食べれますので。で、季節の野菜は皆さん、まあ、自然食品店とかあるいは、まあ、そういうのをこう取る産地直送もありますでしょ。まあ、そういうのを探してね、食べられたらいいと思います。あと海藻は食いだめっていうのはできませんから、毎日少しずつ取らないといけないんですね。まあ、そういうようなことです。あと、牛乳とか卵とか、それらも僕取りませんが、皆さんお好きだったらね、ストレスかからないように少しは取ったらいいでしょ。魚好きな人は、魚はね、健康にはいいらしいんですが、健康にもいいし、知能、子供の時にはね、特に知能も良くすると言いますが、霊的にはあまり魚はおすすめできないと思うんですね。で、魚好きな人をよく見てると、やっぱり動きたがるんですね。魚は絶えず泳いでますしね。なんか、あっちこっちに、ね。僕の親父見てもそうですしね、家内の、父親見ても、本当に達者なんですけどもね、霊的なことになかなか近づけないんですね。ヨガやってる人たちでもそうですね。魚好きな人たち、なかなか進歩しないですね。ですから少なくしていったらいいですね。急にやめられないものは徐々に少なくするっていうことで構わないと思いますね。あと肉はね、肉は腸の中で長くとどまると異常発酵して、そのガスが血液に入って循環してね、脳神経までをも汚染しますので、あまり肉は勧められませんね。まあ、それもどうしてもストレスかかる人はね、例えば週に3遍食べてたのは2遍にするとか、1年後には1度にするとか、で、徐々に減らしていったらいいですね。で、1の61節、181ページに入りますと、